闇の炎に抱かれてしまう。はい、どうも。最近野菜食べなさすぎてランチタイムでたまたま外食で野菜食べたら体への吸収率が異常に良かった男、カイトです。学生の皆さんは一人暮らしするようになってからわかるんですが、自分の好きな食べ物ばっか食べるようになって野菜ほとんど食べなくなる人が多いんですよね。以前は定期的に野菜ジュースを飲んでたんですが、全く効果を感じれず即食らいました。あと一応僕プレゼント受け取ることができる住所があるんで、誕生日にプレゼント送りたかったって方は概要欄に記載の住所にカイトストーリーへと書いて送料負担していただければ、生物とか以外なら届くのでぜひよろしくお願いいたします。てことで今回クレヨンしんちゃんの裏設定にツッコミしてみた第8弾でございます。それではどうぞ。上尾真澄23歳、骨折して入院した松坂先生の代理で幼稚園に来たが、松坂先生復帰後も勤務しています。普段はおとなしくシャイで園児と話すのもままならないが、メガネを外すと性格が豹変し、思ってることがすぐに口に出て強気な性格になります。いや、お前はプチカメラホンダみたいな二重人格タイプか。けど配信者や芸能人とかもカメラ回し始めたら豹変するタイプ結構多いですからね。ちなみに僕もその一人です。これは近視でメガネがないと何も見えないため、怖さが軽減されて強気になれるからと本人が説明しています。究極のコミュ障か。むしろ何も見えない方がちょっと怖いわ。ちなみに上尾先生はメガネを外すと美人で可愛いと言われていて人気のキャラクターのようです。何とも言えない雑通の美人。田舎ならちょっとモテるけど都会に行くとそうでもないって言われる系フェイス。愛ちゃんのボディーガードマンの黒磯へ片思いしており、実は両思いです。また上尾のお部屋というホームページを作成しているが、誰も訪れることがなく自分で自分のホームページを何回もアクセスしています。いや、もうめちゃくちゃ悲しいやつ。と言いつつ俺もたまに自分のチャンネル行って自分の動画見てるとか言えない。上尾先生はあまり男性が得意ではなかったのですが、ある日黒磯が常にしているメガネを外し素顔を見ます。その姿に一目惚れをしました。黒磯ももともと上尾先生のことが好きで、ツーショットになる場面もよくあるのですが、二人ともシャイなのでなかなかうまく話せません。黒磯が上尾先生を合コンに誘い、黒磯の仲間たちと松坂先生、吉永先生で合コンを行いますが、上尾先生と黒磯はやはり照れてしまって、その時も会話になりませんでした。めっちゃわかる。俺も高校生の頃何か言わないとまともに女の子に話しかけられないどころか、可愛い子と目が合って話した時には緊張で全身の震えが止まらなかったからね。ああ、それ今でもだ。帰り際に上尾先生に告白しようとして、愛ちゃんの習い事の時間になりタイムオーバーとなってしまいます。結局告白せず付き合うこともなく、現在もズルズル言っています。二人の関係がうまくいくといいですね。しんちゃんの顔がまだ円形に近かった頃はゾウさんがよく出てきていたずらをしていました。もちろんこれらは我らが放送倫理番組向上機構元い BPO の規制によるもので、不健全と判断されてしまったそうです。確かに子供といえどちん出すのはちょっとまずかったですかね。これ子供だから許される行為を大人になってやってたら公然わしづかみで逮捕だもんね。野原みさえの殿下の報道、げんこつも BPO の規制により見なくなりました。真似されると未成年虐待につながりかねないという理由です。最近はここら辺も教育系でも厳しくなってますからね。俺なんて小さい頃母さんを怒らせた時、足に固まされて空中に吹っ飛ばされてましたからね。ケツだけ成人もまた減ってきましたね。これも道徳的な面からの配慮らしいですが、これはさすがに真似はしないけどね。むしろ今時みんなの前でこれやってたらギガンティックドン引き祭りだから。最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。